私たち家族の視線はその様子に釘付けになった。何をやっているのか、それに何の意味があるのかは全然わからない。イギリス人女性による日本の七五三にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、日本の子供になりたかった。七五三で着物を着た子供の光景に世界中から羨望の声殺到、外国人さんが群がり大変なことに、の話題です。海外、着物と子供の組み合わせは反則だ。日本には様々な他の国にはない独自の祝い事や行事が存在します。節分にひな祭り、七夕にお盆、お宮参りに還暦のお祝いなど、たくさんの行事が思い浮かびますよね。その中でも最近世界で注目を集めているのは七五三です。実は最近、七五三の様子が SNS で世界的に話題となったり、海外の神社で七五三のお祝いをする外国人さんが現れたりと、日本独自の祝い事である七五三は大きな注目となっています。今回は日本を訪れて七五三を実際に見物したイギリス人女性のエピソードや、海外で七五三のお祝いをしたアメリカ人家族の話題などをご紹介します。果たして七五三は外国人さんの人たちの目にどのように映っているのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。私の名前はジェシカ、イギリス人女性よ。私は最近日本文化に大きな関心を寄せている。日本には様々な独特な文化が存在していて、それらはヨーロッパ人の私たちに大きな衝撃や関心を抱かせてくれるわ。特に私が注目しているのは日本の行事やお祝い事。日本独自のお祝い事はどれもが非常に華やかで厳か、とても神秘的でありながらもカジュアルに楽しめる要素もある。日本は素晴らしい行事だらけなのよ。なぜイギリス人の私が日本の行事に関心があるのかというと、それは最近家族旅行で日本を訪れた時にある行事を見たからなの。私は夫と6歳になる息子と4歳の娘と共に日本に旅行に行ったわ。旅行先に日本を選んだ理由は、治安が良い先進国であるということ。日本は遊ぶところや観光するところがたくさんあり、街中も非常に便利な先進国だということを私も以前から知っていた。それから先進国の中でも治安の良さは別格だと聞いたから、子供を連れた旅行にはもってこいだと思ったわ。そして日本の街をみんなで観光しているとき、神社が目に入った。私たち家族はなんとなく吸い寄せられるように神社に入ったわ。すると子供たちが神社の中の光景を見て騒ぎ始めた。鬼滅の刃だ、本当だ、すごい。鬼滅の刃？鬼滅の刃は世界的に人気の日本のアニメ。子供たちも大好きで家ではよく見ているわ。神社で鬼滅の刃ってどういうこと？鬼滅の刃の広告でも出ているのかしら？私はそう思った。でも子供たちが指さす方を見るとその意味が分かった。そこには和装を着た男の子と女の子がいたの。その姿は確かに鬼滅の刃のようだったわ。その子たち以外にも神社には和装の子供たちがたくさんいて、記念撮影をしたりお参りをしたりしていた。私たち家族の視線はその様子に釘付けになった。何をやっているのか、それに何の意味があるのかは全然わからない。でもその和装の子供たちの可愛らしさと厳かな雰囲気に私たちは夢中になっていたのよ。そしてその様子をしばらく見ていると、僕たちもやりたい、私もあの服を着たいと子供たちが騒ぎ出した。そうは言ってもこの日本人の子供たちが何をしているのかわからないから、同じようにやりたいと言われても困るわ。私が困惑していると夫は、翻訳アプリを使って神社の人に聞いてみよう、今何をやっているのかってね、と言って神社のスタッフらしき人のところに走って行った。
パパが聞きに行ってくれているから待っていましょうね。私は子供にそう言ってベンチに座りしばし待っていた。その間も神社には次々と可愛らしい和装を着ている子供たちが出入りしていて、本当に眺めているだけで幸せな気分になったわ。しばらく待っていると夫が小走りで帰ってきた。どうだったの？これは何かのお祭り？そうだね。お祭りといえばお祭りのようなものかもね。今日は七五三というお祝いの儀式の日なんだそうだ。七五三？何それ？私はこの時七五三なんてものは初めて聞いたわ。それもそのはず、これは日本独自のお祝い事だった。七五三は日本のお祝い事の一つで、3歳、5歳、7歳の子供のためのお祝いなんだ。へえ、そんなお祭りがあるのね。そうらしい。だからお前たちはまだ七五三はできないんだよ。来年だったらできたかもね。夫はそうやって笑った。子供たちはブーブー言っていたわ。七五三はその年齢になった子供たちがこうやって着物を着て神社にやってきてお祝いの儀式をするみたいなんだよ。そうなの。でもこの光景とっても素敵だわ。子供たちはとても可愛いし、親御さんたちも幸せそう。こうやって綺麗な服を着ておめかしをして記念写真を撮れるのがいいよね。子供なんて知らぬ間にどんどん大きくなるから、小さい頃の家族写真は貴重な思い出になるだろう。本当ね。なんだか本気で来年この子たちの七五三をしたい気分になってきた。いいじゃないか。イギリスにも神社ってあるのかな。もしあったら七五三をしてもらうのは素晴らしいアイディアだと思うよ。私はこの時七五三に出くわしたことで、自分たちの子供にも七五三をやってあげたいという気持ちになり、日本のお祝い事や行事に関心を持つようになったの。そしてイギリスに帰国してからも SNS などで日本の七五三の写真を見漁ったわ。どの写真も可愛らしくて本当に癒される。この時驚いたことが一つあって、それは私のような気持ちで七五三の写真を見ている欧米人がとても多いということ。一般の日本人のアカウントなのに、七五三についての投稿には外国人からたくさんのリアクションがついているの。やっぱりみんな七五三の子供たちを見て癒されているんだな。子供の可愛らしさは世界共通なんだなと認識したわ。そして七五三がどんなお祝いなのかについても調べた。七五三は子供が無事に育ったことに感謝し、これからの健やかな成長をお祈りするお祝いの行事。起源は諸説あるみたいなんだけど、約1000年前の平安時代頃に宮中で行われていた3つの儀式が由来だと言われているらしい。七五三の由来となったのは3歳、5歳、7歳に行っていた3つの儀式なの。それぞれの儀式にはこのような意味があるという。まずは3歳の髪置きの儀。これまで剃っていた髪を伸ばし始める儀式。平安時代では頭を清潔にすることで病気が防げ、健康な髪が生えてくると信じられていたため、男の子も女の子も髪を剃る風習があったそうよ。次に5歳の袴着の儀。これは当時の正装であった袴を初めて着せる儀式。平安時代から数百年経った後の江戸時代頃からは男の子のみの儀式になったらしいわ。そして7歳の帯解きの儀。これは女の子がこれまで使っていた付け紐を外して大人と同じ幅の広い帯を締める儀式となっている。この3つの儀式が現在の七五三に受け継がられているというわけなの。七五三をお祝いする正式な日は11月15日。なぜこの日になったのかも諸説ある。江戸時代に徳川家の将軍が体の弱い息子の健康をお祈りした日や、7、5、3を足した数が15になるからなど様々らしいわ。現在は日付にこだわらず自由にスケジュールを組むご家族が増えてきたみたいよ。七五三は起源となった3つの儀式同様に3歳、5歳、7歳でお祝いする。男の子は5歳、女の子は3歳と7歳でお祝いするのが一般的だというわ。
私たちの家庭は来年が息子が7歳で息子が5歳の年だから2人一緒に七五三ができるかもと思っていたけど、どうやら来年はうちの家庭は当てはまらないみたいね。ちなみに地域や家庭によっては男の子も女の子も3度お祝いする、男の子は3歳と5歳の2度お祝いするなど風習に差があるという。うちは一般的なスタイルには当てはまらないけど、別に七五三のお祝いをしても問題はなさそう。七五三では主に神社の参拝と撮影や食事会をするの。古くからの習わしに沿う場合は、住んでいる土地の守り神である氏神様が祀られた神社に参拝をする。しかし必ずしも氏神神社でなければいけないことはないというわ。現在は有名な神社や思い入れのある神社を選ぶご家族も増えているのだそう。神社だけでなくお寺でご祈祷を受けても OK。 家庭によって参拝する場所は様々なんですって。そして参拝の後は写真撮影と食事会。七五三ではフォトスタジオや出張撮影サービスを利用して家族で記念写真撮影することが多い。参拝や記念写真撮影の後にはレストランや料亭で食事会をするケースもある。外食ではなくご自宅でお祝いメニューを用意するなど、これも家庭によって様々なんですって。そして参拝の手順などもちゃんと決まっているわ。これは外国人には一番わかりにくい部分よね。まず神社に行ったら一礼して鳥居をくぐる。神社の入り口には鳥居があるわ。鳥居は神社の神聖さを象徴する建造物で、神社の内と外を分ける境になっている。鳥居の内は神域となるため、鳥居をくぐる際には身なりを整え一礼するのが決まり、参拝を終えて境内を出る時にも社殿に向かって一礼するのがマナーとなっているらしい。そして鳥居をくぐった後は参道の真ん中ではなく端を歩かなければならない。なぜかというと、参道の真ん中は神様の通り道とされているからなんですって。次は手水舎でお清めをする。社殿へ向かう前には手水舎で心身を清める。柄杓がない場合は両手を洗った後に口をすすいで、最後にもう一度両手を洗う。ハンカチで口と手を拭いた後、手水舎に一礼すればお清めの完了。これはちゃんと練習しておかないと難しそうね。続いては神前で二礼二拍手一礼をする。神前での作法は二礼二拍手一礼が基本だという。深いお辞儀を二度繰り返し、両手を胸の高さで合わせて右手を少し手前に引き、拍手を二度打つ。その後は両手をしっかりと合わせてお祈りをする。最後にゆっくりと深いお辞儀を一度して完了。基本的には二礼二拍手一礼だけど、特殊な拝礼方法の場合もあるから事前確認は必須みたいよ。次はご祈祷を受ける。ご祈祷を受ける場合は社殿の中に入るわ。ご祈祷中は子供が前列、親や家族が後列に座る。祝詞をあげている最中は子供の健康と成長をお祈りするのだそうよ。ご祈祷は祝詞をあげたりお祓いをする儀式。なんだか神聖でとてもご利益がありそうだわ。そしてこれらが終わったらおみくじを引いたり記念撮影などをして一連の流れは終了する。海外にはあまりない、とても珍しく思える儀式だけど、七五三は家族との思い出を作るとても素晴らしいお祝いではないかしら。もし神社でのお祝いが叶わなくても、絶対に来年は自宅で七五三のお祝いをしたいと思うわ。私のように思う欧米人はとても多いらしい。実際に海外でも七五三を祝う家族もいるらしいわ。実際に七五三のお祝いをしたアメリカ人家族やそれを行った神社がネットでは大きな話題となっていたわ。七五三のお祝いをしたのはルイス・ロサス君。彼のご両親であるルイスさんとティナさんは、なんと新郎の結婚式を挙げたカップルだそうよ。アメリカ人なのに日本スタイルの結婚式を挙げ、子供には七五三のお祝いをしてあげるなんて素敵。おそらくよほどの親日家みたいね。七五三のお祝いをしたのはアメリカ出世稲荷神社。
これは日本の島根県松江市にある出世稲荷神社のアメリカ分祠だそうよ。この神社では毎年着物サロンとコラボして七五三のご祈祷をご奉仕しているらしい。もしもこんな神社が近所にあったら、絶対に子供の七五三のお祝いをしに行っていたと思うわ。ここは七五三以外にも様々なイベントを行っているらしい。神社のイベントは一人では不可能だから、毎回ボランティアを募るみたいなんだけど、その手伝いをする人はほとんどがアメリカ人。そして催しの参列者も日本人は皆無なんですって。神社でのイベントで日本人がいないなんてなんだか面白いわね。でもそれだけ現地の外国人にも日本の宗教儀礼のようなものが受け入れられているということだと思うわ。実際に日本の考えや文化は欧米の人たちに根付きつつあるようで、この神社のイベントに毎回車で約2時間かけて手伝いに来てくれるというボランティアのアメリカ人の若者は、前世は絶対に日本人だっただろうと思うほど日本人っぽいのだそう。日本が大好きなこの若者は、名前をスカイ・ウィリアムスから名字を鈴風、名前を空に改名までするほど。鈴風というのは叔父の奥さんの旧姓なんですって。日本語の名前に改名までしてしまうなんてかなりの日本愛だわ。とても素晴らしい名前だと思う。またカリフォルニア大学の学生4人はなんと車で6時間もかけて手伝いに来たそうで、全員が日本と血縁関係はないのにもかかわらず、みんな神道や日本に興味のある人たちで、何人かは片言の日本語を話していたという。この神社の日本人のスタッフさんは、神社の活動をアメリカで開始して気づいたのは、欧米人の神道への興味と知識が普通の日本人のそれを大きく上回っていることと語っている。アメリカ出世稲荷神社には崇敬会、神道稲荷会があって、会員は現在約60世帯。居住国はアメリカだけでなく、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、アイスランド、南アフリカ、オーストラリアなど、文字通りグローバルとなっている。これまで日本人会員はいなかったけど、最近カリフォルニア在住の日本人家族が入会したという。お守りやお札も世界各国に発送していて、なんと現在情勢的に不安定なウクライナやイスラエルからもリクエストが来たんですって。アメリカ出世稲荷神社のファンたちに神道に興味を持ったきっかけを聞くと、キリスト教で育ったがしっくり来なかった。アニメや漫画で神道を知り、非常に納得できる生き方だと思った。自分に合っていると思ったという返事がほとんどなのだそう。そして、キリスト教は〇〇をしてはいけないというような NG リスト、ネガティブリストばかり。一方、神道は自然を、神々を、他者を敬いましょうというようにポジティブな考えでとても良いという意見もある。教義、教典のない神道の NG リストといえば、不潔はダメ、境内にゴミをポイ捨てしないなど、いわゆる常識のみなの。そういう部分が世界共通で受け入れられつつある理由なのかもね。私はまだ日本の宗教や神道にハマるというほどではないけど、実際に七五三のお祝いをしたり、日本の儀式や宗教儀礼、行事などを行ったら、どんどんその素晴らしさに魅了されていくかもしれないわ。とにかく今の私の楽しみは、来年家族揃って子供たちの七五三のお祝いをすることよ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。オーマイガー、着物姿の女の子が可愛すぎる。おお、なんて可愛らしい子供たちだ。着物と子供の組み合わせは反則だよ。子供たちの成長をお祝いして素晴らしい将来をお祈りする素晴らしいイベントだと思う。どの子供たちもみんな美しい。すごく可憐で、こんなに美しい子供たちは見たことがない。あの文化の中で成長したかったと思う時があるよ。本当に全てがクールだと思う。
日本は伝統が本当に素晴らしいよね。こんな伝統が今でもあるのね。家族の結びつきを強くしようとしている。特に女の子の服装が超可愛くて大好き。他国の大事な文化や伝統を知れるのはいいよね。お寺がすごく綺麗だし、まるでそこだけ時間が止まっているみたい。過去にタイムスリップしているみたいとも言えるかもね。七五三の映像を見て日本に行くことを決意しました。日本が大好きだったけど、ちょっと行くのが怖かったの。でもだんだん不安は消え、それどころか今まで以上に日本が好きになっていったわ。来年の5月に行く予定よ。私は今幸せ。日本の文化って綺麗だよな。俺も日本で七五三を見てやる、絶対に。以上が海外の反応です。可愛らしい子供が和装をしている七五三の姿は SNS などで世界中の人たちを魅了しています。こういった日本独自の行事やお祝い事が広まっていくことで、日本の宗教である神道に関心を持つ外国人さんが増えているといいます。そういった外国人さんの中には、日本人よりも日本人らしいという人も多いそうです。最近では日本人であっても七五三は和装をして撮影をするだけといったケースが増えていますよね。そういった状況を鑑みると、もしかしたら近い将来は海外の方が日本人以上に日本の行事に積極的になっているかもしれませんね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。